ビルヘルム・ピーク、フリードリヒ・ビルヘルム・ライン・ホールト・ピーク、フリードリヒ・ビルヘルム・ライン・ホールト・ピーク、1876年1月3日から1960年9月7日は、ドイツの共産主義者、政治家、ドイツ民主共和国、東ドイツの初代。彼以後は、国家評議会議長が原首となり、大統領制が廃止されたので、最初で最後の大統領である。 ピークは1876年、ドイツ東部内瀬川沿いの町、グーベン。グーベンで和社の御舎の家に生まれた。現在グーベンは内瀬川を境に、ドイツ側のグーベン氏と、ポーランド側のグーベン氏に分かれいるが、彼は川の東側の原ポーランド領出身。彼は大工となるべく、学校に進んだが、当時の国際情勢から来るイデオロギーの影響や、政治的野心から、彼は、 政治の道へ入った。大工として、ピークは、木工労働者連盟に1894年に参加し、そこから1895年に、ドイツ社会民主党、SPD に入党した。彼は、党内で昇進し、1899年には、党都市部議長となり、1906年には、党の上勤の初期となった。 1907年から翌年にかけては、ベルリンにあった塔の中央学校で学び、ローザルクセンブルクの影響を受けている。第一次世界大戦が勃発するとピークは平和主義に賛同して、戦争に反対の立場を取った。彼は、ドイツ帝国陸軍への徴兵には応じたが、反戦的な態度から憲兵に逮捕され、映像に入れられた。脱走後ピークはしばらくベルリンに潜伏して、 スパルタクス団に入り、後アムステルダムに逃れた。1918年ベルリンに戻ると、政治活動に戻った。彼は、プロイセン州議会に加わる一方、ドイツ共産党、KPD の決闘に参加しその政治局員となった。翌年1月のスパルタクス団放棄では虐殺された、ローザルクセンブルクや、カールリー・プクネヒトラと共に、 政府側の義勇軍に捕らえられたが脱出に成功した。1921年には KPD によりコミンテルンの代表委員に選ばれ、例人に接する機会を得た。1928年には帝国議会議員に当選している。国際的な共産主義活動が認められ、1931年にはコミンテルン代表委員長に選出された。 1930年8月5日の演説で、ピークは、労働者団女に向けて、彼のマルクス・レーニン主義的な世界観を外説している。国家社会主義ドイツ労働者党、ナチスの勃興に有料を示し、ピークは、彼の考える、共産主義の体制とナチスの理想とする体制との違いを情熱的に解説している。彼は、共産主義者だけが、労働者を救うと論じ、 これに反してナチスは労働者の味方になるどころ、党の指導のもとに大衆の過激化が進むと述べている。ピークは労働者たちが団結すれば強力だと信じ、ドイツ人は戦争とファシズムの帝国主義的脅威に対する闘争を続け、社会主義のソビエトドイツ実現のための闘争を続けなければならないと主張した。ピークはアドルフ・ヒトラーの政権獲得への反対と、 ヨシフ・スターリンとの連携を行った。1933年のナチスの政権獲得と権力集中、共産党の非合法化により、ピークは1934年5月にフランスに亡命し、1935年にブルッセルで開かれた東海にでは国中にあるエルンスト・テールマン議長に代わる議長代行に選出され、モスクワに移った。モスクワでは彼は、 ソ連共産党に様々な形で協力した。スターリンによる大粛清の時はソ連に亡命したドイツの共産主義者も多くが犠牲となったが、ピークはバルター・ウルブリヒトラのスターリンに忠実なグループに属してこれを免れた。1938年から1943年まではコミンテルンの総書記、ゼネラル・セクレタリーとなった。またピークは ドイツの意図と将来の戦争への道に関して、スターリンに助言する重要な役割を果たした。1941年、ピークは、ウルブリヒトと共にスターリンと会い、ヒトラーについて徹底的に分析して、警告を発し、赤軍を西へ進軍させる、スターリンの希望について議論している。会合の式や、その記録など、ピークの果たした役割は、 その50年後に記録が公開されるまで不明であった。1943年、ピークはナチスに抵抗するソ連主導のドイツ人、抵抗組織、自由ドイツ国民委員会、NKFD の創設者の一人となった。NKFD は、第二次世界大戦後のドイツの社会主義家という、将来も視野に入れていた。1945年の終戦後、ピークは、赤軍と共に、 ドイツに入り、ドイツ共産党を再建し、ソ連をモデルにしたプロレタリアート独裁や共産主義体制を導入するため、ソ連占領地域の社会民主党と共産党を反強制的に併合させてドイツ、社会主義統一党を誕生させた。1949年、ピークは新しく建国されたドイツ民主共和国、東ドイツの初代、プレジーデント・デア・ラップブリックとなった。 ドイツ社会主義統一党の指導者となったバルター・ウルブリヒトと違い、彼は国民の間からの人気もあった。ただしその在任の後期には健康状態の悪化から公式の場に現れることはほとんどなかった。ピークは1960年の心臓麻痺による死去まで東ドイツの初代にして唯一の大統領を務めた。スターリニズムを世界へ。 とりわけ東西の境界に位置するドイツへ広げるピークの能力をスターリンは信じていた。彼のイデオロギーはスターリンからの全面的な信頼を得るのに役立ち、その結果東ドイツの指導者として最後まで務め上げることができた。旧東ドイツ時代には彼の出身地グーベンが公式にはビルヘルムピークとし、グーベンと呼ばれたほか、ロストック大学も 彼の名が冠され、ビルヘルムピーク大学と改名され、また、各都市で大通りや広場に彼の名が付けられた。そのほとんどは1990年の東西、ドイツ祭統一の際に、東ドイツ以前の救命に戻されるか改名されたが、少数ながら、現在も残っているところもある。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。